都内のデパート。客が次々と手にしていたのは紅マドンナ。みかんの仲間ですが、お値段なんと8000円近くのものもあります。少し高めですが、15年の品種改良で実現したとろんととろける食感にリピーターも多く。すごくいいゼリーをいただいているように、まあジューシーでプルンみたいな。ヒット商品の産地を訪れると、農作業をしていたのは高橋さん、23歳。実は前の仕事は自衛官してましたね、はい、なんと元自衛官。なぜ転職したのでしょうか。今までだったらお給料も決められて、でも自営業ってなったら自分がやったらやっただけ儲けることができるので。実は今、農業は儲かる職業として人気になりつつあるのです。この地域でも売れる品種ができたことに加え、 JA が就農支援を強化したことで農家のなり手が増加、地域の過疎化を止める一助となっています。儲からないっていうイメージがあるんですけど、全然そんなことなくて、もうやったらやったほど儲けれると思います。年収4桁とか。かつてきつい、汚い、危険の 3K と言われた農業。若い世代で農家になる人はこの10年でなんと3倍になっています。茨城県にあるキャベツ畑、極めて効率的な方法ですごい利益を上げています。強みは伝統の集団農業です。驚くべきはそのスピード。この映像、早送りしているわけではありません。およそ6000個のキャベツを2時間で収穫しました。時間を無駄にしないよう、雨で農作業ができない日は加工工場で働く、いわば1人2役。小さすぎたり大きすぎたりして売り物にならない規格外の野菜も有効活用します。それを全部売り物にして、加工して売り物にしていけばかなりの利益率が上がりますし、農業界の当たり前は私の当たり前ではないので、まだまだ儲かる要素っていっぱいあると思うんですけれど、効率を上げることで従業員は残業ゼロ、週休2日で給料は20代で350万円から400万円とサラリーマンの平均を上回ります。ノウハウを学び独立を考える人が多く、1000万はもう稼げるようなもうプロを目指したいですね。この成長性に大企業も目をつけています。山中の開けたところにあるこちらの農場、実は楽天グループが運営しています。耕作放棄地を整備、オーガニック野菜で作るカットサラダをヒットさせ急成長しています。他にもトヨタやソフトバンクなど企業が相次いで参入。農業というのは、まあ、収入も低くて、非常に先細りだったんですけども、まあ、最近では儲かりやすくなったので、企業とか若者が、まあ、参入して産業として活気がついている。食料の供給という面でもですね、プラスになると。儲かることで持続可能な食料生産にもつながる農業、若い力が集まり始めています。